はいこんにちは。 今日のタイトルは、種子法違憲訴訟弁護団、三井科学クロップを刑事告発予定、安倍政権、種子法廃止で日本の農業が壊滅的な危機に、人口削減と並行して行われる食料生産力の削減、三権不分立の日本というタイトルでお話したいと思っています。安倍政権時代に消費税は2回上がり、種子法が廃止され、種苗法が改定、水道法改定、カジノ法制定、TPP 参加、移民法推進など、数々の売国政策が推進され、現代の日本は、 その悪影響を受け始めていると思います。世界各国では水道民営化は失敗し、サービスが悪化、水道料金は何倍にもなり、再公営化、再び公営化される流れが進んでいます。国会質疑でも明らかになったように、アメリカが竹中と小泉に郵政民営化を支持しながら、アメリカの郵便局は公営のままです。稲村工房さんも日本の郵政民営化は失敗であるし、各国の民営化も失敗だったとおっしゃっています。カジノはコロナで衰退し、マネール ロンンダリングななど不正の温床ととることから中国が規制を強化し行き場をなくしたあマネーロンダリングの場所を作るために習近平派ではない中国人がトランプを動かし安倍にトランプの指示を出させて成立したのがカジノ法であったと言われていますまた先進各国では LGBT 法がないにもかかわらず日本にお釜推進をさせるなど日本には悪性を強制し日本弱体化を進めようとする欧米の言いなりになり自公政権がいいダクダクと悪法を成立させていると と思います。谷本誠一先生は日本は三権分立ではなく三権不分立であるとおっしゃっています。日本は確かに議員内閣制をとっているために議会の多数派が内閣を構成し総理を選出するために行政である内閣と立法である国会は一体そしてその行政に服している市議監督権のもとに入る法務省や検察司法も同じように一体的に運営されている三権は不分立であると言えると思います。しかも裁判所 は、高度な政治判断を行わないという統治行為論という考え方があります。重要案件では統治行為論というこの考え方を振りかざして判断を避けます。しかし、あらゆる案件について統治行為論を援用すれば、政府にとって都合の悪い判断は司法は行わないということが言えると言っているのと同じです。国民は、 本来は公平で迅速な裁判を受ける権利を持っているにもかかわらず、裁判所は公平で迅速な裁判を実施する能力と意思がありません。非常に簡単な問題でも長い裁判期間をかけたりとか、えー、論点整理や事実整理が簡単であっても、なかなか判断を出さないという、えー、悪臭が続いていると思います。樋口秀明さん著、私が原発を止めた理由という、 え、書籍の紹介を挙げていますが、原発の耐震性は一般住宅よりも低い。地震大国では原発は建ててはいけない。情報が開示されず、図事故率が高い原発という動画で、大浜原発の差し止め判決をされた樋口さんのお話を紹介しました。簡単な論理展開により、高度な科学的な知識がなくても、法的な判断ができるということを分かりやすく指摘なさっています、えー。少し参考にお話します。1番、原発事故のもたらす被害は極めて甚大。2番、それ それゆえに原発には高度の安全性が求められる。3. 地震対策に日本においては原発に高度の安全性が求められるということは、高度に、えー、耐震性があるということに他ならない。4. 我が国の原発の耐震性は極めて低い。4 5よって原発の運転は許されない。このように簡単に判断できるということですね。例えば、谷本誠一先生と高橋清隆さんが飛行機から法的根拠も科学的根拠もないのにマスクをしろと強要されて降ろされました。この話を聞いたときに、法的根拠も科学的根拠もなかったのに、警察まで動員して無理やり降ろした。 しかも最初乗る前に乗っていいですよということをなしくなしで乗っていいですよって言われて、席について、しかも他のお客さんと10メーター離れているし、換気も十分できる仕組みなのに、無理やり強制的、反強制的に降ろされた。っていうこの内容を聞いたときに、これを半年とかそんな時間をかけなくっても、 はい、法的根拠も科学的根拠もないことを強要したんだから、えー、その警察が公権力の乱用しています、えー。航空会社も契約違反です。損害賠償金を払いなさい。以上。これ一日で終わるじゃないですか。これを時間をかけて、3回も口頭弁論を経て、えー、しかも6に吟味もせず、えー、書面の適当なやり取りで、証言も証人も立たせず、判断を、えー、不当判断をした。これが、どこが公正で迅速な裁判が行われて、い行う 行われているんだと行われていないってことですよね。非常に物事シンプルなんです。事実を正しく認識すれば、1日で判断できるのに、何ヶ月も時間をかけて、しかも不公平な判断をすると。事実を見ようとしていないから、証言さえ聞いていないっていうことですと。こういうふうな裁判がまかり通っている。その問題は、えー、お元何かってことなんですが、えー、先日来紹介しています、えー、この独立言論フォーラムの、えー、終わらない占領、 え、終わらない戦領との決別の中で岡田代表理事が日米合同委員会について触れており、その中で司法権力についても書かれている部分があるので少し引用したいと思います。米軍基地に関する規定である日米基地協定を管理する日米合同委員会構成員は次のページの図にあるように、米軍の高級将校と日本の高級官僚で、米軍側の分官は中日 米米国大使館のののみ、まさに米軍にに軍よよるる占領継続の象徴であると。えー、前出の矢部氏によれば、日本側の上位メンバーである法務省大臣官房長経験者の多くは法務省のトップである事務次官を経て検事総長になっているという日米関係の本質と実態を知らなければ法務権力のトップにはつけないということだというかこの日米合同委員会のメンバーの人が法務省のトップとか検察、えー、検事総長になるということを言っている。日本の 方はアメリカ軍の直下にあるということに他ならないと思うんですね。でそもそも東京地検特捜部の前身は g h q が設置,、えー、設置した。えー 陰徳体造物資事事件捜査部でであるととといいうこともこもれは事実でございますとえそして、今日の内容に入りたいんですが、2023年7月16日に挙げた動画え、安倍政権が日本の食料あ食、農業と食の安全を破壊、種子法廃止、種苗法改定で日本の農業が壊滅的な危機に、え三井化学アグロ、かっこ三井化学クロップは、販売停止の三つ光、実は虚偽記載で騙し続けていた欠陥品だったという内容をえ紹介していますが、 2018年に種子法を廃止し三井化学アグロの三つ光などを買うように煽った農水省と三井化学アグロしかし、えー、今年の2月交配不良で純度低下が発生したとして三つ光の販売が急遽停止されることを公表したと品種として固定されていない欠陥品だったということがこの 公開内容からもわかると思うんですけれども、えー、しかしこれは今年の2月に発覚したということではなく、もう7年前から嘘をつきまくっていたということなんですよね。で、これについて、えー、国は 厳重注意をしただけでしたと、そしてそれをだけでは足りないということで、手指法違見訴訟で、えー、の弁護団が刑事告発を12月中旬までにやろうとされているということなんです。で当時、三井科学アグロという名前でやっていたんですが、社名変更で三井クロップライフソリューションにこう組織変更がされているということですね。でこれが三井 科学側が出している、この不適切な表示の概要等っていう内容が公開されています。彼らが言っていることが事実とすればこうなんですが、本当はより隠されている内容もあるんではないか。自白しているのがこうですっていうだけなんですけども、あの、2016年の段階からずーっと2022年の販売まで生産地は全て虚偽をしています。違うところの生産地のものも混ぜていると言っていると。そして、えー、2018年から三光さんとして売っている 三光,光2003って言って売っているのに三光2005っていうのを18年から混ぜていましたって言っているそして2021年にあたっては3割もそれを混ぜていたっていうふうに言っていますそしてそれ以外のものも混ぜていたということでこれは三光の親品種などを混ぜていたそしたらそれはもう親品種として売れよって話なんですよねそういうことをしていますそしてあのこれは、えー、非常に品質が高いものですということで で、発芽率も高いって言っていたんですが、発芽率自体も2019年からもうあの虚偽をしていたということを言っています。で、これは三角であったりペケって書いてたりするので、えー、直近の4年間は嘘をついて売っていたというふうな形になります。このように <laughs>、 本来、種子という非常に公共性の高いものを日本国として国として種子法で守ってやっていたのに、それを民間の種をの農家さん自分でどうぞ買ってくださいってやってこういうふうな形にすると、無責任に虚偽の内容を書いて販売したりするってことですね。しかも、これ、あのー、 2018年に趣旨法が廃止されてますから、本来は、で、えっ、ー、と、2018年から虚偽の記載、他のものを混ぜていたってことなんで、そういうことがバレると、趣旨法の廃止っていうことも多分悪影響があ、が、成立させられない、廃止させられないっていうこともあって、黙っとけとかっていうふうな圧力もあったんではないかというふうな裏読みをすることも可能ではないかと思います。そして先ほど言ったように、趣旨法とか、種苗法とか、そういうふうな非常に高 強制の高いものについて裁判を行ったときに、それは国民の全体の、えー、が植えないようにするとか、そういう公益に基づいたことを判断してもらうために、えー、非常に論理的に考えると、公益を守るためにこれは違憲ですとかっていう風な判断ができると思うんですが、個別法律がないためにそれを違憲としない、もしくは違憲判断にすら入らない、こういうふうな形で司法が国民の側ではなくって、 えー、主視販売会社側、しかもグローバル企業側の立場に立って判断するという風な危険性がある。だからこそ、今回は、この政治的な部分の三権不分立であったり、統治行為論ということによって、えー、まともな内容を吟味しない裁判所の体質であったり、そもそも、お 法務官僚のトップっていうのは日米合同委員会でずっとアメリカの言いなりになってきた人が仕切っていますよっていうことをお伝えしたいなと思いました。で、それをひっくり返すにはやっぱり独立が必要で日米合同委員会なんてものはやめますっていう政治家が過、えー、半を占めるような内閣をこう作らないとそんなことはできないですね。そうしないと司法もまともな判断ができないっていうことになると思っています。えー、今後もこの、えー 趣旨法意見訴訟については控訴審になったらそれを追いかけたいと思いますし、えっと、明日もですね、この、えぇ、ー、趣旨法とか TPP とかに絡んで、表示、食品表示に関する、えー、集まりがですね、国会、衆議院会館などであるようなので、私も時間があったらオンラインに参加したいと思って申し込んでおります。はい、今日もありがとうございました。